来ねえよ。半数が外国人の社員寮に在住してる。 IKEA に家具を買いに行ったはずの新入りのスペイン人が超ファンタスティックなルームランプを見つけたぜと盆提灯を買ってきた。あーなんて美しいんだ、日本人の和は素晴らしいなとベタ褒めしながらご満悦だ。定期的に買ってくるやつが出るんだよな、盆提灯と小田原提灯とあんどん。つか同行者止めてやれ。でもってドイツ人が、お前それを灯すと祖先が来ちゃうんだぜと自信満々に教えていた。来ねえよ。この人と一緒に行ってきなさい。フィリピンに仕事関係の旅行へ行ったんですよ。でマニラのホテルに一泊、ゴルフしてマッサージ行って飯食って飲んで帰ってきたんだけど、夜中にお腹が空いた。ホテルの24時間 OK な食事のサービスはバカ高いので、道路挟んだ向こう側にあるコンビニセブンイレブンへ。ロビーに出て外へ行こうとしたら、ごつくてでかいボーイさんに呼び止められた。ボーイさんは英語、これは片言英語。どこに行くんですか？セブンイレブンです。危ないよ、日本人でしょ。だってすぐそこだし、買い物ぐらい一人でできるよ。白人のおっちゃん一人で行ってるし。いやだから日本人は危ないんだって。お腹空いたし、タバコもなくなっちゃったし。あーホテルのご飯高い、でも危ないからダメ。しょうがないから戻ろうかと思ったら、ヘイボスと呼び止められた。何？この人と一緒に行ってきなさい。任せろ。ライフル持ったホテルの警備員と一緒にコンビニに行ってきました。今度は昼間のうちに買ってきてください。チップもらえるのは嬉しいけど、日本人には危ないよと念を押されました。不安だったのもあるんだけど、買い物買うの忘れたのは秘密だよ。